てなわけで、はい、まあ世間では名作傑作扱いは決してされず、多分今後もされる見通しはないであろうけれども、なんか忘れられないんですよという、そう、うん、で必ず、うん、この作品をって思うようなね、うん、ある人がこれは生涯の一本にしたいって、そういうのがこの暗黒名画座には往々にしてあるんじゃないですか、うんうん、そういうふうに出会っていただけるとありがたい。だからね、よくねこれね、反論というかね、難癖つけてんじゃないんですよ、だけどコメントなんで、あんな作品を絶賛してるから草とか言う人いるけど、そうじゃなくてどの作品もね、その大絶賛してるわけじゃ決してないですよ、うんうん、だからもうどう考えたってさ、もう正面からいやこれはもうね、人が誰が何と言うとマスターピースっていうふうにはとても言えないけど、なんかなんかこのもうもどかしい、忘れられないとね、このね、そうだからさ、好きな映画じゃないけど忘れられない、うんうん、そう、うん、でそういうのってね、皆さん異性の経験でもありませんか？おやおや、うん、どうしたの？男性だったらね、あの女、いやね、とびっきりの美女なわけじゃないね、モデルさんのような体型なわけじゃない、うん、ね、うん、どこぞの女優やタレントあるいはアイドルに似たような重さしじゃない、ね、うん、あ、うん、だいわゆるそちらの産業に行ったらね、ナンバーワンの知名度を誇るようなタイプでもない、はい、けれど一夜限りの相手だったけど、どうしても忘れられないとかね、まあ、もちろん女性の場合にとっての男性もありですよ、男性にとっての女性もある、ありませんか？はい、今回ちょっと今絶妙な場面じゃないですよ、うん、いや今回そういう、今急に折島さんがなんかこんなこんなね、視力検査みたいなの横立って、びっくりしちゃった、横熱に浮かされたようなね、まあ今回だからそういう、まあそうそうそう、いわゆるさ、ちょっとやで気取った横目使っていい、うんうん、ファムファタールってやつ、わお、わお、ファムファタール、ファムファタールですよ、運命の女と書いてファムファタールと、ルビを振らないかっていうね、はい、それが、まあ、その作品の命綱を握ってるという映画ね、そう、それでまたそういうね、うん、もう、うん、もうそういう、はい、女性を、描かしたらというか、はあはあ、持ち出したらもう天下一品の一人、プライベートがそんな逸話に、ま、うん、ね、こうプライベートがさ彩られだってプライベートが映画になっちゃうんだから、うん、そうですよ、ほら最近のほら、うん、ね、ワンスアポンナタイムインハリウッド、昔々ハリウッドではだったっけ、 あれでね、出てきたシャロンテイト、そう、シャレント、マリリン・マンソンファミリーに殺されてしまったあの女優のシャロンテイトさんの、うん、チャールズ・マンソンね、チャールズ・マンソン、マリリン・マンソンはミュージシャンなので間違えた、そのね、殺されて、ね、不幸にも殺されてしまった女優シャロンテイトの旦那さんだったのがこの監督、そして今も現役監督でアメリカには入国できない、いろいろロマン・ポランスキー、その赤い航路という、ね、うん、オリジナルタイトルはビタームーン苦い月っていう、このなんかオリジナルタイトルの方がこう、そうなんだよね、いいよね、ビタミンっていうタイトル、だからさ、まあラストまで見るとさ、うん、あ、なるほど赤いコール、まあ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 とは思うけど、うん、でもそっちの方が全然いいよ、そうね、いや、まあ、赤いコール悪くないけど ビタミンでね、うん、もうこのまたさ、 いきなりあの音楽がヴァンゲリスのさこうたゆたうようなそうそう、ね、メロディーがね、またしびれるんですよ、でこれ意外にもって言っちゃ失礼だな、坂本君のお師匠さんにやってる、うちの師匠の、ね、山本龍二がね、ロマンポラスキー、もう大変好き、ロマンポラスキーやったら赤い頃やなーっていうね、いやだからね、うん、そのこれはね、うん、もうなんていうかこう一口には言えないんだけど、まあ、男と女というよりはね、うん、そのまあ、性の道というののね、うん、まあ、不可思議さというか、うん、そういうようなことを指してるのかもしれないし、あとはこの、うん、まあ物語のね、うん、もう物語をあの回していくね、うん、このエマニュエル・セイナーっていう、そう、女優さん、うん、この女優さんがね、うん、割と大作りな感じの人、ね、はいはい、であのこの映画の中ではダンサーでこうね、戦場的なね、ダンサーなんだけど、そうそうそう、彼女みたいなね、なんか 大柄なね、あの 大作りな美女好きなのよ、あのね、だから昔の日本語で言うとね、うん、あのやや古臭い言い方になるけど、あのしし置き豊かなタイプの、しし置き、肉とか言って、肉置きとか言ってね、しし置き豊かなタイプの体つき、あ、そうかもしれない、うん、だからそういうタイプが好きだから、非常に ボリュームがあって、そうそうそう、うん、でなんかこうさ、
なんて誤解のないように工夫して言いたいけど、目がトロンとしてさ、なんか何考えてるか分かんないっていうか、うん、こうね、ちょっと熱ある感じ、ね、あと一歩で、うん、その大丈夫かってこうね、うん、手を添えなきゃいけないタイプの人かっていうような、そういう目つきのしてる人じゃない、ああかもしれないね、うん、そうそう、でそれ、うん、それで思い出すのがさ、うん、あれですよ、日本映画でさ、うん、まあ、ある作品ね、まあまあ、これ実名挙げるとなんだから武士の情けで、うん、名は比しますけど、うん、森田芳光監督のある作品に出てた、うん、新人女優がさ、はい、ペリクリ行ってんだよ、はい、で向こうでさ、ね、まあ、一応磨かれたっていうの、ほんで帰ってきてさ、うん、帰ってきた途端にね女優業復帰したんだけど、うん、ね、こんな目するようになったんだよ、さっきの折島さんの目じゃん、こういう目だよ、こういう目するようになったんだよ、なんか斜め上から夢見るような目つきになっちゃってさ、どう見て、俺もその顔つき見てさ、もうすぐ眼科行けって言ったもんね、眼科行ってこいみたいなさ、大丈夫かみたいなね、それがね、このエマヌエル・セイナーと同じ目つき、ああでも、うん、まあ、そう言われればそうですね、いや、それだからその男をさ、うん、いわゆるそのままね、ファム・ファタールが、はいはい、男をその、ま、魔境に合ってないんだね、合ってるんだか合ってないんだか分かんないのね、それで魔境に引きずり込む、うん、そういう眼差しですよ、そう、それでその魔境に引きずり込まれて、うん、まあ、つまりね、これ船旅なんですよ、うん、でそれで豪華客船が、そうそうそう、よく、うん、そこで、まあ、いろんな人乗ってますけれども、うん、まあ、ある、まあ、本当に平凡な夫婦だよ ね、 そうね、平凡な夫婦で、うん、7年目だっけ、うん、何年目か、ね、うん、まあ、でもう奥さんはさ、うん、旦那 の、 そのヒュー・グラント、ヒュー・グラントもねもうこの頃はもう水も滴る、そうですね、2枚目の、ね、色男の役ばっかり、一番売れてた頃でやっててね、うんうん、ヒュー・グラントって言ったらほらモーリスとかね、その、まあ、この頃の女性観客のね、そう、旦那さんにしたいっていうようなあれだったんだろう、うん、で、かみさんがお医者さん、うん、でしたっけ、で女優さんか、うん、あなたよくね、夢が叶ったわなんて言ってさ、そうそう、はためにはその幸せ一色のカップルなわけですよ、そうですね、うん、船旅を楽しむ、 そこにばったり出会っちゃうのがそう、うん、エマニュエル・セイナー、そのさっき言った女優 とその連れが作家で、うんうん、車椅子に乗ってる謎の男なんで、これがまた怪しいんで、怪しさ抜群、その後に、その他にもさ、特に絡んでこないんだけど、インド人、インド人の人も出てきて怪しいんだよ、ターバン巻いてね、子連れのね、私の娘ですって、そうそう、すごい流暢な英語で、そう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 、ね、うん、そうなんで、で結局さ、ほら最初の目的は、うん、ヒュー・グラント夫妻が行く場所がインドなんだよね、うん、インドに行って、でその奥さんがさ、完全に何ていうのかな、今時のさ、うん、今時って言っちゃいけないから、うん、一昔前のさ、いわゆる意識高い系みたいなことばっかり言ってんだよ、これ92年の作品ですよね、92年、ああそうか、うん、でその奥さんがさ、そのインド人に、ね、向かってね、うん、インドはその精神的に洗練された文明でね、ね、その我々のようなその汚れた、うん、ね、その西洋人が、うん、インドに行って初めて人間の魂の真実を知るために私たちがインドに行くんですみたいなことをさ、食事の席で言うんだよ、 そうね、そしたらそのインド人のインテリがゆったりとさ、大前自役で構えて、いやそれはあなた方、失礼ですが幻想ですよ、うんうん、ハエと、埃と、ね、牛だらけの国ですよインドなんてって言って静かに笑ってこうなんとなく たしなめられるみたいなね、うんうんうん、そういうシーンがスッと挟まれる、そう、うん、でもね、たしなめられるどころか偉い目に遭っちゃった、そうの夫婦は、そう、どう偉い目に遭うのかはまあ見てのお話なんだけど、で、そのだからなぜそのね、エマニュエル・セイナーの連れの男がなぜ車椅子なのか、そうなんだ、それがその階層的にね、つまりで、その平凡な若夫婦に、うん、そのエマニュエル・セイナーと、ピーター・コヨーテの、作家の、うん、夫婦が、うん、で亭主は車椅子と、うん、でまたこの車、本当に車、この車椅子の亭主がさ、うん、なんか役作りが私はなぜ原爆を愛するようになったかの博士、なんか博士じゃないけど、なんか本当にさ、怪しいんだよね、ドクターストレンジラブみたいな感じでさ、そうそう、そんな感じで来てさ、うん、で、あなたにだけ話しておきたいことがあるんだっつってね、うち、私がどうしてこんな体になったかって、それには私の妻がね、大きく絡んでいるんだって、で回想形式でエマニュエル・セイナーとの関わり合い、どのようなね、いきさつでここね、今に至ったかってなるってくるんだけど、で、まあ、ちょっとその、うん、年の離れた夫婦になるんでしょうね、だからその、まあ、まあ中年男と、うん、若いダンサーのね、うん、恋というか、まあ、まあ、その恋でありかなりその、ただれた、まあ、露骨な愛欲の日々ですよね、うんうんうん、でそのまた
その前の、まあ、言葉悪いけど、うん、プレイというかさ、うん、その性生活がさ、うん、もう、ね、綿密にさ、うん、描かれるんだけどさ、うん、俺その辺もリュウジさんはやっぱりお好みだったりするのかしら。そうかもしれない。あのいわゆるあの聖の水も出てくるしね。そう、聖の水、聖の水がシャーッとその、まあね、あの出てくるし、女性のある部分から出てきたりするし、ね、あとはさ、うん、その動物にこう動物に置き換えて、はいはいはい、あれもすごいなと思ったしさ、うん、でも俺は、まあ、まだね、うちの師匠と比べれば俺は平凡な方だから単純にね、誰だってそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。ユージさんに比べたら、あのね、うちの師匠ね、あの赤いコールよりすごいことしてるからね。うん、それ茶色いコールやってんだから。もう言うな、まあ、分かってるよ。分かってる。YouTube の審査に引っかからないように言っとるよ、私は。うん。いや だけど俺牛乳をさ。牛乳、大瓶の牛乳をさ、うんうんうん、朝さ、トイメンでこうさ、うん、それであの、背に長くバーって飲んで、ブワーってこぼしてさ、うん、胸元まで、うん、それはもう裸なんですけど、うん、あれはまあ、ものすごく分かりやすいけど、うん、あれやっぱりちょっとね、うん、まあ、エッチーなって、いや、思いましたよ。思いますよ。俺最初見た時、高校生だからさ、たま、もう高むいとか、たまらんですよ。たまらんよね。たまらんですよ、もうさ、うん、もういろんなとこ刺激されまくって。そりゃそうですよ。もんでね、あのただれたさ男女のその、うん、で時より急に襲いかかってくる毛だるさね。そう、あれがね、中年になったらわかる。あー、もういい年になりましたからね。いい年、四十過ぎた俺がね、あのこの訪れてくる毛だるさね、わ、うん、かる。まあだからここで、あら、なんか、お、私小説みたいなこと喋ってるのかしら。私は、ん、いや、でまさにさ、うん、なんか昔のいろんなこと思い出しちゃってね。あのこのサッカーの年は大体きっと僕もやってるわけじゃない、きっと大体ですよ、その役としてさ。あ、そうか。いや、それでだね、その、いや、あのさ、まあ、付き合い続けて溺れ続けるんだけども、やがてね、うん、変化が生じてくる、うん、その変化に、うん、その若い女の方がね、うん、どうしてもこう、うん、耐えられず、はい、ある行動を起こしてる、うん、そっからはね、うん、これはね、折島さん、俺ね、うん、これ原作あるんでしたっけ、これ原作があるんだよね、うんうん、でも俺ね、後半はさ、うん、ちょっとミザリーみたいだし、あ、ちょっとね、これ怖いなと思ったよ。あのだから、あの人間がその思わぬ形で変身してしまうっていうね、うん、ある本当にある瞬間、どの時点でスイッチが入ったのか分かんないんだけど、うん、こうね、うん、そうなんです。魔物のように変身してしまう。でそして その魔物からさ、逃れたい自分もちゃんと確実にいるんだけど、うん、でも逃れることができないっていう、そのね、せめぎ合いの、うん、このあとね、やっぱりロマン・ポランスキーで言うとさ、ローズマリーの赤ちゃんとか、はいはい、やっぱなんかね、夫婦の、うん、夫婦でね、うん、まあ、もちろんローズマリーの赤ちゃんとはまた全然別のね、うん、これは原作もある作品だけどさ、うん、なんかやっぱりあのポランスキーって人はさ、うん、まあ、ああいう題材を好きだ、ね、極めて好むんだろうね。いや、もうだからごく初期の頃の例えば袋小路とかさ、水の中のナイフとか水の中のナイフ、あの辺もうね、モノクロ時代の作品なんかやっぱり影を落としてるでしょ。うん、そういうそのなんというか通奏低音みたいな、はいはいはい、うん、なもんでね。そうです、ね、まあチャイナタウンみたいなさ作品も面白い。俺はチャイナタウン大好きなんだけど、はいはい、ジャック・ニコルソンね、うん、あのもうジェリー・ゴールド・スミスのテーマ曲から、まあ、たまらんで、俺もディスクユニオンでアルバム見つけた時はもう狂気、もう近畿弱弱しましたけどね。まあ、あれも大傑作なんだけど、素晴らしいよこれはね。さすがもう突き刺されるね、うん、これは、うん、まあそのまあ女性の場合は、男のにね、男の場合は痛い目に、女性に痛い目にやったことのある人ならば必ずや、はい、もう直球で届く。う、ね、うん、最後だって本当にね、うん、それだけ男と女、女と男だけじゃない部分もちろんそうあるからね。そうなんで、もうそれ以上言うと、もう言わない、それ以上言うと、ね、言わないけど、お楽しみを阻害しちゃうんで、この辺にとどめておきましょう。はい、じゃあ今回はロマン・ポラスキー、あ、最後に一言、はい、そのエマニュエル・セイナーさ、うん、監督と結婚するね、現在の奥さんだよね。でこの頃もそうなんじゃないですかね。わかんないですよね。もうそうかな、うん、ってなわけで、いや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 、まあ何しろね、まあまだまだ80、うん、もう8か9ですけど、ロマン・ポランスキー、そんな年なんだ、でももうまだまだ息健康じゃないですか。よく撮ってるよね、うん、そうね、多作だよね、うん、そうそうそう、うん、
戦場のピアニストでね、そうですそうです、一躍そのねアカデミー賞だなんだって言って、あの時でポランスキーまだ撮ってたんだって感覚があったからね。まあてなわけで、まあ今回は赤い航路ビタームーン、ね、見てね、ぜひぜひビターな気持ちになってください、はい、うん、いい意味でよ、はい。